バオバオバンバープルコギプルコギサクバラバババババババ肉食べたいバーブンバンバンバー冬のせいで全然肉が取れないから氷の下に潜り込んで魚を細々と回収する毎日冷たいそれもこれもまたまた復活してしまったアンドラゴンセイドラゴンアンドラゴンさえいなくなればイエスいっぱい肉が食べれる前回は邪魔者がいたけど今回はすぐに倒せる気がするわ私たち言うてドラゴンイーターだからわもうまたドラゴンぶっ倒してドラゴン肉いっぱい食べようバンバンバンそう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 今回はバン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 だすいませんすいませんすいませんちょっと失礼しますごめんなさいごめんなさいすいませんすいませんすいませんうわぁ、今回は変なところに召喚されたなぁ。ば？ん？ば？あいつ？あいつら、なんか…まあ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 また悪さしてやがんのか、お前たち。また来た。またバカ。なんでお前たちの家に召喚されたのわからんが、茶の間にちょっと失礼しました。今回はお前たち何を企んでいる？またあのドラゴンを始末しようっていう算段じゃねえだろうな。お前たち、今回だけは絶対にドラゴンを討伐できない確固たる理由がある。ババ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 バこいついつもこんなこと言ってボコボコにやられてる。今回も手ぶらだし、どうせ上司から能力も銃も取り上げられた無能に違いない。ババ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 バ。まあ大方お前たちの言う通りだ。軍の本部からも邪魔者と言われ、俺はもう居場所がなくなった。そして俺は未来のモンスターを作る闇組織の人間に交渉しに行った。お前たち未来の最強のモンスターって知ってるか？その最強のモンスターの力を借りることに成功した。デーレンブーン、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 ブイーン。これは未来の生き物、ボーデンっていう最強の生き物なんだ。どうだ、怖いかお前たち俺のこの姿が。うわ、なんか暗くなってきた。怯えろ。ま、ま。わあ、かっけーだぜ、原始人。まあ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 。逃げろ、逃げろ。あいつバカだ。これから。サンチョーン。よし、ルザピ逃げよう。やばいな、で。私のさ、超天才的 IQ で考えた感じ。あいつ耳が大きいから、音とかを使って索敵してくる気がするんだよね。そういうこと？そう、だから、音を立てないように気をつけないといけない。そうだね。さっきも私たちが音を立てた瞬間に、なんか、あいつから何かを感じた。確かに。なんか出てたね。そう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 。なんかあいつから光線のようなものをね、感じたから。とりあえず音立てないようにしないといけない。でもバイオームがちょっと悪いね、地形が。説明しよう。このウォーデンという生き物、めちゃくちゃに強い生き物だ。こいつの特徴、相手の音に敏感だ。そうだ、その通り。俺は現実世界でも物音一つや音を立てられると眠れないんだよ。この性能がボデンにも備わっている。物音にすごく敏感、相手のいる位置を音で特定できる。そして俺の周りにいるやつは全員視界が真っ暗になっちまうんだ。臭すぎて目ん玉が開かなくなるらしい。そしてなんといっても男のロマン、めちゃくちゃな性能がもう一個備わっている。この豚さんを見ておいてくれ。お前に罪はないが少しだけ痛い思いしてもらう。見たかお前たち、こんなような感じでビームを出すことができる。強強の強だろう。これはこのビーム超強力な攻撃性能を持つ。こいつに当たればひとたまりもないということは周知の事実。そして通常の攻撃力も上がっている。なんと強いものか。この能力を使って俺があいつらをケチョンケチョンにしてやって、ゴンゴンドラゴントンガリコーン3世を今回も守るときは相当未来じゃないようだ。よし、じゃあ行こうか。今回はな、取り上げられちまったんだよな、あのコンパスを。あの組織の お偉いさんも俺を怒り散らかして、コンパスを取り上げてしまったということで、相手の位置を特定することはできないんやけど、このボーデン、相手がどこにいるか、このような感じでね、音波でわかるんだよね。あの原始人構造でもぶちのめす三段は元となっている。レッツラゴイング。鉄がある、鉄。あ、わ、でかい。でかいね。
前回は鉄がなかったんだよ。ここにもある。そう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 。お、鉄いっぱい集めとこう。とにかくここの下にはないかな。ないか。水の中大丈夫？ドア作ってあげようか。いや、大丈夫かな。オッケーオッケー。そしたらこれでオッケー、立て。ナイス。ルザピも自分で作る？うん、私も一個作れるけど。あ、作ってほしい。じゃあオッケー。はい、よしよし、ナイス。よし、盾ができた。移動しよう。盾でかいぞこれ多分。でかい。あいつがどんな攻撃するかわかんないからね、まだ。なんかちょっといい感じの場所見つけたよ。いい感じの場所。ほんと。え、ほんとだ。ここいいんじゃない？あ、なんか音聞こえ、大丈夫か。この奥になんかいろいろありそう。よし、ここで鉄集めれるだけ集めたいな。うん、あった。あった？ナイスナイスナイス。ドア作ろう、ドア。あ、いる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 。え、え、マジ？ちょっと遠い。シフトしよう、シフト。シフトしよう、シフト。音を立てないようにしよう、とにかくここからは。ここに木がある。おそらくあいつらが通ったとだろう。見えた！やばい、本当にやばい。見えない。お前たち。やばいやばいやばい。今日という今日だけは許さねえぞ。いけろいけろ。本当にやばいぞ、これは。ねえ。こんな序盤で見つかるなんて。いけろ。あいつ今回本気だ。もう失敗許されないから。ね、今回だけじゃねえよ、前回もいつも本気だよ俺は。こんな序盤から襲ってくるなんて。どこ行きやがった。お前たちしゃがんで音を消してるようだな。しかし俺には手に取るようにお前たちの位置が分かるんだ。ルザピ、こっち分かる？場所分かる分かる。やばすぎるぞあいつ。逃げ足の速い野郎だ。いた、やばいやばい。暗いこのビーム。やばいやばい、大丈夫？危ねえ。なんだこれ。ビーム出してくんの？ビーム出してくる。逃げれると思ってんのか。どう来た？お前たち、俺どうしてるのよ。船の中身漁りたいけどな、これは絶対無理だな。無理だ。これ、ちょっと。ルザピ乗って。あ、ナイスナイス。あ、オッケー。逃げろー。同じことした。やばい。やばい。超ダメージ受けた。嘘。あいつら、クソ速い。よしよしよし。あ、ちょっと待って、ハマっちゃった。オッケーオッケー。センキューセンキュー。くそー、逃げられた。ルザピ、こっち行こう、こっち。よしよし。あんちゃんくー。とりあえず今回は俺の能力自体がめちゃくちゃ強いから、特に装備を整える必要もない。ということで、早めに、クラフトできるようにして、ツルハシを、作っておく。体力管理大事だな、あれ。ちょっとでも体力減ってたら、ワンパンで持ってかれる可能性全然ある。そんぐらい。すごかったよあの攻撃。マジか。ビーム攻撃はやばい。そしてあいつ迷いなくこっちに突っ込んできたから、今回コンパスなくても私たちの居場所が分かる手段があるのかもしれないね。ここ洞窟ある。そう。シフトをしてさ、音立てないようにしながら行ってみない？オッケー。これなら相手も場所分かんないはず。これで鉄見つけるぞ。装備がとにかくやばいよね。村だ。あいつらこの村はまだ見つけていないということか。出てみるか、ちょっと一回。そうだね。もうこれ以上鉄は掘れなさそう。弓も欲しいよな。うん。いやでも倒すのはもう無理かな。どうなんだ、殴ってもめちゃめちゃ防御力高そうな見た目してたよ。ちょっと出てみるか。うん。いやでもこれ出た瞬間に敵いたらもう終わりなんだよ。でも心臓の音はしない。確かに。ってことはまだ近くにはいないってことか。あ、村だ。え、あ、ほんとだほんとだほんとだ。行こう。よーし、いいぞいいぞいいぞ。ね、あれはだいぶ進展。やばい、バレてる。やばい、場所バレてる、場所バレてる。やばいやばい、村で張ってたんだ。くそー、ボー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 。あれ、なんだそれ。モンスターに乗っ取られてる。危ない、自分の意思を乗っ取られてもらった。あの装備を着ると感情まで操作されちゃうのかな。俺はお前たちをぶっ倒して軍に戻るんだ。ボー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 、元気になった。ちょっと間抜けじゃない、あのモンスター。サンチャンク。あ、村あった村。そう、多分別村。場所わかる？どこだ。ルザピのネームタグあった。ルザピ、こっちこっち。あ、いた。これ別村だよね、もうもろ。うん、うん、別村。これも漁られてなければいいけど。お、溶岩止まりだ。人
影じゃないよねこれ。いる？人っぽいのがいたんだけど、この村人もなんか緑色の見た目してるから、わかんない。あさられてない？うん、多分。よし、ベッドは全部持ってこう。お、鉄いた、鉄。あ、ラッキー。食べ物もあるよ。すごい変わった形の村だ。な、これ漁ってる時に来られたくないから音立てないように漁った方がいいかな。お、鍛冶屋、鍛冶屋。お、おお、お、来た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 。鍛冶屋、これでゲートも作れるし装備も作れる。いいね。ルザピ何個鉄なんだっけ。7個あるよ今。7個、オッケーオッケーオッケー。7個ってことはバケツ2人とも作る。1個でいいかな、とりあえず。1個作った。オッケー。そしたらあと4つあるってことだよね。12個だよね今。じゃあ頭2人作ろう。オッケー。2人頭作ろう。あれ、なんかブーツ、鉄ブーツ持ってんだけど、なんでこれ。なんだろう。あ、今入ってたんかな。そうだ、ね、鉄ブーツ持ってに行った、ラッキー。ダイヤあと1個あったらな、ダイヤ装備も作れんだけど、どうするこのダイヤ3つは。待って待って、来た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 。やばいやばい、行こう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 。やばいやばいやばい。おい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 、お前たちダイヤモンド達成したからな、地下にいたのかと思ったけど。くそー、こっちルザピ、ルザピこっち。あ、バカね。逃げろ、逃げろ。何も見えない。やばい、何も見えない。バカめ、お前たちがボートを持ってるということは、俺もボートを持ってるということは。やばい、移動しよう移動しよう。ボートありがとう。ありがとう。待て、どこだ。待ちやがれ。お前たちはな、毎回毎回ドローンをね、討伐してるから慣れてきたのかもしれないけど、俺だけ一向にエンドラ討伐がうまくならないんだ。やばい、めっちゃ近い。はっ、やべやべやべ、行こう、ルザビ。オッケー。よいしょ、よし、逃げろ。あいつのボート壊したいな。弓あったらあいつのボート壊せんのに。よし、弓だ。よし、じゃあない。おい、なんなんだよこのシリーズ始まって以来のこの海当たり合戦はよ。やばい、真っ暗で何も見えない。くそー。おい、逃げてみろよ。な、うるせえ、おめえ。おい、痛い、うらっ、くそ、めっちゃ痛い。やばい、ちょっと待って。よし、行こう行こう行こう、ルサピ行こう。よしよしよし、ナイスナイス。逃げろ逃げろ。最悪、海のど真ん中に取り残された。よし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 。3チャンク、もう一個村欲しいな、ね、おー、すげー。そんなことある。嘘でしょ。見えてなかったよ私の画面、ね、映ってなかったよ本当に。すごい。すごい、神様。祈ったら伝わるんだ、ね、味方してるね、これ。すごい。でも黄色の染料とエメラルドしかないな。鉄欲しい、鉄。待って、馬いる、馬。嘘。なんと私、サドル持っております。嘘。さっき手に入れたんよ。サドルもう一個あったらいいんだけどな。馬に乗ってちょっとなんか、かく乱したりできそう。ああ。よし、よし、行け、馬。結構でかい村だよ、これ。嘘。あ、そしてマグマ溜まりがある。ナイス。ここで鉄装備作ってネザー行っちゃいたいね。うん。ネザーゲート作っちゃう？作っちゃうか。ルザピの装備今どんな感じ？まだ装備全然作れた、頭しか作れた。頭だけか。鉄2個ならあるよ。2個、あ、2個もらったら作れる。鉄2個、はい。7個。よしよし、ズボン作れた。ナイスナイスナイス。あー、燃えてる。作ったか。でもこれ馬拾われたら終わるな。うん、サドル回収していかないとダメかね、ザイクなら。よしよし、できた、できた。行っちゃう、どうする。火打ちしないけど、そこに木置いといたら燃えるんじゃないかな。燃やすか。鉄、じゃあルザピちょっと探しといてもらって、ここら辺にありそうだから、ちょっと私は見張りしとく。何やらゲートらしきものがあるぞ。あいつら作ったな。いた、いやがった。あ、ま、
よしよし待てよしよしやっぱりこの辺りに隠れてやがったかルザピもうまく回収してルザピもうまく回収してオッケーオッケーよし今乗ったやばい行けるなんか落とし穴に待てお前たち馬に乗ってやがるのか考えたな逃げ切ったまだ逃がしてないはず相当くは行ってないはずだいやーバレてんな嘘ゲートもう絶対置いていくしかないかも諦めるかうんやばい馬やばいちょっと待って馬の飛品が入った飛品が入ったやばい捨てていくぞ馬たまに飛品ってなるからやばいよしルザピ行こうルザピいないめっちゃ痛いやばいやばいやばい痛いめっちゃくそーうわー今馬の飛品危なすぎた絶対にお前たち逃がさんマジで絶対逃がさん一人だけでも倒す後々厄介ということが分かってるからな全然進めないなね怖っ怖いめっちゃ怖い助けて待て助けてお前の仲間は尻尾巻いて逃げたようだなお前は見捨ててこれが原始人同士の絆か助けねあせえ絆だぜ見失った感じたくないが見失ってしまったようだ3チャンクバケツあればどこでもゲート作れるからもう一旦ほっとこう、うん、やっぱ火打ちしないと安定して開通することできないな、ね、火打ちしかファイヤーチャージ壊れかけのネザーゲートがあったらファイヤーチャージ手に入るからそうだねあるかなここでゲート作れるかもそうここならバレない気がするこっちまで来れるちょっとここで火つくまで耐えよう火つくよねその方法であ水ないあー水置いてきちゃったかあら近くないしんと思ったそういやほんとなんか聞こえるなとは思ってたけどここでバレたら終わりだからちょっと地上出るか嫌、ね、がったあいつら待て馬乗ってるお前たち見つけたぞ怪物が馬乗るのはおかしいだろ怪物も乗るよ馬ぐらいほら馬乗ってる時はろくな攻撃できないはずだぞ、はい、あっちーあっちちち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 ちち馬をもらえたんだけどなるほどナイスナイスナイスおいよ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 めっちゃ硬かったかもしれない体殴ったけど今いややばいって絶対ダメージ入んない待てお前まさかクソ馬取られたナイスルザピ逃げよう頑張って馬二人乗りできたらいいのにそっち隠れてはい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 馬でかいぞ頑張れ馬クソ待ちやがれサンチャンク壊れたネザーポータル見つけたあ、見えたかもしんない黒曜石4つファイヤーチャージもあ、オッケーオッケーオッケーコメショーもこっち向かってるコメショーもこっち向かってるファイヤーチャージあったのナイスうんファイヤーチャージあったならどこでももう作れんじゃない、うん、移動しよう移動隠れてやがるないた隠れてやがったかお前ルザピこっちルザピこっちどっちだいたよしよしやばい逃げろ危ない危ないやばい陸かこれ陸だ逃げようさすがに今回やばすぎるやばすぎる今回うら逃げろ逃げろうら危ない危ないやばいボート取られた最悪よしよしよしあいつもう瀕死の状態のはずだ絶対にやつだけでも仕留めるここだね完全にたげられてる別の大陸に来ちゃったけど追いかけてきてるずっとやばいやばいブロックがもうないロンダイブ使っちゃったブロックもうないどこかやばいどこかやばいぞこれ本当にやばい本当にやばい頑張れ暗いやばすぎるやばすぎるちょっとやばすぎる待てお前今回だけは絶対に阻止するこう決めているんだ俺はおかしいおかしいおかしいあやってやったぜついにこの化け物マジか敵の原始人リーダーを倒したサンチャーンよし戻ってきた時間稼いでくれたから多分余裕ある今よし行っちゃおうあちょっとハグマッチよしさあ、要塞来いん？さらなる深みへもしかして奴ら
ネザーに行ったのか。急に方角が変わった。ネザーだよな、この進捗。マジかー。あ、つか何がいるんだっけ。こいつで移動したいな。キノコだっけ。釣り竿と、はい、や、いやー、要塞ない。金集めながら行くか。待って、てか僕めっちゃ装備弱くないこれ。あ、こっちは、あ、あ、要塞や、要塞あった。よしよし、とりあえずまだ米層が入ってきてないからまだ時間はある。いた。よし、全部出た。めっちゃいい今回。じゃあ一回倒したいな。でも米層殴った感じ全然ひるまなかったんだよ。米層だから多分全然ダメージ入ってなかったのかな。ダイヤ欲しいな、装備作りたい。あれ、どこにあんだ。あった。よしよし、倒しやすい。ネザー行くか。よし、じゃあ行くか。ネザーゲートもちゃんと作れるようになった。よし、どこに上がる。あっちか。どの辺まで距離が離れてるかっていうのが直感的にわからないところであるから、結構見た感じ離れてんな。あ、ネザー来た。いえ、どうしよう。ネザーさっきね、森で戦った時普通についてきたんだよな。アスレチックしたら攻撃しないと帰れないんだよ。 OK、 攻撃するか。金集めよう。とりあえずだ、出してくれすぐ。あ、取っちゃった。あー、ブーツ、それ欲しかった、めっちゃ。いやー、フィグリン要素あったら一番楽なんだけどな。13個、全部エンパだよ。あ、ん？じゃあ全部なんか黒曜石だ。マジで大変だこれ。お、ねえ、要塞があった。ここにいるはずだ。あ、来た、エンパ。400個ぐらいだろ。ちょっと待って。4個。4個ってどうなんだ。いえ、近い。どうしよう。近い。近いし、僕逃げ場ない、これ。逃げ場ないぞ。どうしよう。違うな。あれ、もしかして奴は要塞にいない。気づいてないか。でもパソ要塞だと思ってんのかな。多分今のうちに離れるか。あー、やばいやばい、怖い、怖怖すぎだろ。お、めちゃめちゃ近いぞ、はい、ルタこんな簡単に倒せちゃうの素手で。何か、やば、この辺にいた形跡があるぞ。あ、青森だ。よし、青森だ。エンパ集めれる。待って、いる、いる。いや、上は見ないだろこれ。怖すぎる。真っ暗だ。しかもなんかレザーだからかな。こっち側か。もしかしてあいつも現世戻った。いや、そんなはずはない。よしよしよし、出た、めっちゃいい感じ。よし、出た出た出た、めっちゃいい感じ。よし、あれ、なんか変な落ちた。うん、あれ、待って、心臓の音する。待って、いた、いた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 。長かったぞお前。いや待って、ようやく見つけた。どこ、いや見つかってない。ようやく見つけたぜ。あれ、ちょっと見つけたのにな。どこだ。センサーが反応しなくなるんだよたまに。見失った。くサンチャンク戻りたい。あ、なんか怖い、ここ。待て、
え、バレてないことある今の。バレてない。いけいけ、言った。なんでバレてないのこれ。決めたい、いけん。ちょっと待って。待って、豚くんなよ。あ、やばい、豚が、豚が、豚が、やばい、ルザピ待って、怖っ、やめてくれよ、マジでいない。どうしよう、ここででも借りたいんだよ、多分。あと、あと3個。びっくりした。あー待って、最悪、落ちてった。いた、やばい、真っ暗、マジで真っ暗。どこどこどこだ、どこだ。久しぶりに会ったな、お前。やばいやばいやばい。場所は特定できているぞ。やばい、怖すぎ。お目当てのものは集まったのか。うんうん、いた。よし、あっぶねえ、くそ、あぶねえ、やばい、ちょっと待って、怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。どこだ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 。いたいたいた、シフト押します。シフト押します、シフト押さないでください。ちょっと見えなくなったけど、どこだどこだ。センサーは、センサーは、センサーが死んだ。どこだ、マジでどこだ。見失ったようだ、サンちゃんく。離れてほしいな、ちょっと。やばい、バレるかな、これ一マスだけ。怖すぎ、男は。いやどうしよう、これ下に隠れたの失敗だったかも。やばい、ツラースも壊れそうだし、怖すぎる。多分ここだけ色違うんだよな、ブロックの。マジで怖い、マジで怖い。よし、次移動するか。いやー、円盤集めたかったな、あそこ。戻るか、戻るのありかな。マジで怖い、頼む、マジで真っ暗なんだよ。どこ行った、こっちか。逃げれる、明るくなった。こっちで音鳴らして回る。怖っ、やばい。おい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 、やばい、お前に。見えない見えない、怖い。危ない危ない危ない、アスレティック要素を組み込まれていく。マジで見えない、真っ暗なんだって。お前の後ろにいるよ、やめて、やめて。ビームを今から撃つよ、やめて、やめて。ビーム怖っ、マジで怖い、マジで怖い。レーザーで前が見えないのは怖いだろう。待って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 、行かないで行かないで行かないで。どこだ、いた、やばい、ほら痛い。絶対に、どこだ、いた、はい、いた、逃げろ逃げろ、何も見えない、やばい、やばい、落ちた。あ、最悪、あ、あ、ちょっと待って、いや待って、これどうしよう、上がらない、熱い、ちょっと待って待って待って、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、見えない、うわ最悪、マジか、怖い、マジで怖い。サンチャンク怖すぎる。よし、でも帰ってくるまでにエンパを集める。3個、4個だっけ、3個。おお、ちょうど3体いる、全部出たら OK だ。出ろ、出た、あと1つ、順調だ。あ、いた、あ、結構いる。よし、もう壊れた。12個、13個持っとくか。どうしよう、やばい、石がない、やばい、斧が作れない。
昨日のでか。ええ、どうやって帰ろう。戻るか、戻れるかな。戻るか。戻るしかない。あ、う、鉄だ。あ、え、こんなにもらえるの。4つ。ブーツ、斧、ツラス。どうしよう。斧作っとくか。いや、どうだろう。考えろ。鉄、鉄、ブーツか、斧か。斧、いや、いや、斧だ。本当か、斧だ。よし、斧でかけよう。あ、そっか、でも弓がいるのか。さあ、エンドラ倒さないとダメなんだ。オッケー、攻撃するか、やっぱちょっとだけ。弓、クソ、いらないのばっかだ。いたー。マジ本当、やばい。ここで来るのはちょっとダメなんじゃないか。ちょっとなんじゃない、まあ、危険な場所で死んじゃうよ、そんな人は。見えてるよ。いた、いない、いた、痛くない、何も見えない。やばいやばいやばい、後ろにいるよ。やばい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 、いや、やばい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 、俺自身も落下止めが、なんでやばいんだ俺自身も落下止めが、何も見えない。やばい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 、肉肉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 肉、頑張れ頑張れ頑張れ、よしよし、耐えろ耐えろ耐えろ、頼む肉、頼む頼む、耐えてくれ。やばい、僕かけてきてる、この五尺な、やばいやばい、拾えなかった。引けた引けた引けた、くそくそ、やばい、どこだ青木の玄関、なくなった、消した。さては、サンチャンク、あ、ここ通ったとこだ。よしよし、なんだ、取引してる、なんでだ。あ、来た、帰れる。 あった、よしよしよし、待ってない、よし、待ってないよな、入ったら。頼む頼む、よしよしよし。で、何がいる、あと。エンパーあるか。エンパー。ダイにして。ダイにして。もう弓作ったけど弓はないんだよな。どうしよう。投げとくかも、先に来てもいいように。方角だけだもん。こっちね。こっち。センサーはあっちだ。あれ、でもこっちって、元来た場所だよな、多分。っていうことは、あいつ、もしかして、現世にもう帰ったのか？うわぁ、絶対そうだ。全部あいつ、多分揃ったんだな。あ、エンダーマンだ。出るかなぁ。呼び欲しい。あ、出た。でかいなこれ。よし。これで1個割れても大丈夫だ。投げるか？もうちょっと離れるか、一回。投げます。あ、なるほどね。ああ、割れた。でも大丈夫だ。で、意外と近いかもな、これ。弓矢作るか、途中で。あ、海だ。追いつかれずに行けるんじゃないか？弓矢。20本で全部壊せるかな？きついよな。もうちょっと欲しいよな、正直。投げるか、一回。はい。あ、戻った。近い。よしよし。いやー、もう投げたくない。どうしよう。掘るか、この辺。ホッチマーカー。掘る。ちょっと惜しいな。ちょっかぶり怖いか、これ。やめとこう。待てよ、下にいる。もしかしてこの下か？ここにあるのか？掘るか。いやー、これで一番最大のミスは、リスチがなくなるってことだから、ここで一応寝て、はいはいはい。真下だな。おそらく。下に見えるぞ。この辺なんだ、エンドは。わ、米将がじりじりと寄ってきてる。じりじりと寄ってきてるな。米将の方が先に要塞につくんじゃないこれ。ルザピも惜しいんだけどね。あそこに直で入れたらでかいんだけど。要塞自体には米将の方が先につきそう。外れてる気がする。いやー、どうしよう。上がるか。この辺で寝てたよな、多分。いやー、わかんないな。ちょっともう一個だけ。最後。こっちか。
この辺かな。じゃあここ掘るかもう一回。ここああびっくりした。なんだこれ。まあいいや。待って下にいるかもそう。あいいかもしんない、いいかもしんない。そこそこ真下に掘ってけばいけるんじゃない。米商ももうちょっとでたどり着きそうなんだよな。頼む。あ来た。よしよしよし来た。よし。もうダッシュで見つけよう。先に見つけられたらマジで不利なんだよな。うん怖い。でかい。めちゃめちゃでかい。近い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 。オッケー。最終ここでミッシー決めとく。オッケー。よし。これ大丈夫かマジで。米商たどり着いちゃうよ。米商が要塞ついちゃったらもうこれほぼ終わりだぞ。こんな狭いところで。さっき倒せたのはネザーの高低差とネザーの溶岩の流れる速さを利用してなんとか倒せたけど、地上じゃ絶対勝てないからな。頑張れて。オッケーオッケー、あそこだ。貫通いた。そんな痛い。おびき寄せていいのか、こんなところまで俺を。おびき寄せてないよ。先にポータル見つけてしまえばこちらの勝ちだ。マジでダメ、それはダメだよ。どこだ。やめてくれ。でも意外と迷路みたいになってるから、そこか光ってるのを気づいてもそこまで行けないかもしれないね。この人いや行ってる行ってる。やばい。いた。えやばい。くらえ。あのね、くらえ。何も言えない。よし、もうちょいもうちょい。倒せる倒せる倒せる。積年の恨み、うん、ここで果たしてやる。この原始人命、どこ行きやがった。いた。オッケー。痛い。倒す倒す倒す。やばい、何も言えない。ほらやばい。よっしゃ、くらえ。とどめだ。はい、とどめだ。よし、すーよー、うわーすーねー。米将軍ついに三チャーン。いやー今回ちょっとね、やばい。申し訳ありませんでした。ちょっと正直使用感を言わせてもらうと、うん、強すぎる。強く作りすぎたね私。強い。単に攻撃もそうだし、なんかシンプルにみんなが見えないっていうのは、うん、なかなか俺は見えてるから、うんうんうん、なかなか立ち回りとしてはめちゃくちゃ強かったね。そうだね。いやあとね、ゲームバランス考えてちょっと弱体化させようかとも思ったんだけど、それしちゃったらウォーデンじゃないなと思って、ウォーデンの性能をそのままフルに活かせるようにめちゃめちゃな防御力、めちゃめちゃな攻撃力、そしてスキル、壁貫通ビームと近づいた敵を暗闇に誘うっていうのをね全部盛り込んだんだけど、ちょっとそこに人間の知能を加わったら無理だった。全てにおいて最強でした。いやーまあ今回はでも私たちの乾杯だよ。うん、いやちょっとでもね複雑な気分だよ。ここまでチートすぎる能力を使ってようやく倒せたっていうことは。いやでもこれでさ分かんなくなってくるでしょ今後も。うん、今後もいろいろねちょっと調整しながらいい試合になるような装備を米商に持たせていきたいんだけど、まあ、視聴者さんもね毎回なんか2人が勝って終わるんでしょみたいなのから、いや米商が勝つパターンもあるから、これ本当にどっち勝つか分かんねえぞっていう、うん、ハラハラドキドキ感、これ次回以降増すんじゃないかな。私たちも増すしね。ね。ちなみにやっぱ死なないのが強すぎた。いやそうなんだよね、うん、それやりすぎたと思った。死なないのがマジで強かった。まあでもこういう回があってもいいでしょう。もう今回はもう乾杯だよ私たち、うん、ということでね、まあ、今後もこういう初心者 VS ガチ勢でいろいろハンデ戦やっていきたいと思うんで、面白いと思った方はぜひぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。お疲れちゃんちゃん。包む。あの頃私が見上げた空はいつも。
風が